私いつも炭を使うんですけれども、はい、この炭っていうのもなかなか使う機会とかないんじゃないですかね。そうですね、私も本当に硯で炭をこすったのは学校の授業以来してないんじゃないかと思うくらいです。それは小学校、中学校、そうですね、ぐらいですか。それぐらいですよね。そうですよね、書こうと書きなさいよって言われないと、うん、もしかしたら持ちにくいかもしれないですよね、うん、自分からは。大川さんはやはりこの、まあ、お家がそうだったということもあるんですけれども、今は奈良にお住まいでいらっしゃるんですよね。はい、私奈良に、まあ、10年前ぐらいから住んでましてですね、もともと神戸に住んでいたのもありまして、はい、まあ、ちょっと実は奈良とは対照的なところに住んでいたんですけれども、うん、奈良に住み始めてからこの古い感じがなんかもうね、あまりにも奈良町とかも落ち着きのある、うん、何かこう全然知らないけどふるさとに帰ってきたような、なんかそんな感覚が自分にすごくあっていて、奈良がすごい好きですね。なるほど、はい、そしてやはりこう初夏にとっても奈良というのは魅力的な町といいますか、ちょっと聖地のような町であるというふうにも思ってらっしゃるということですけれども。あ、そうなんですよ。皆さんちょっとお聞きしてみたいんですけれども、はい、全国の炭の何割が奈良で作られていると思いますか？なるほど、奈良でたくさん炭が作られているというのはご存知の方も多いと思うんですが、はい、どれぐらいの割合が作られているか、じゃあ私から皆さんにちょっとクイズ出してみますね。大川さん、お願いします。では奈良で作られている炭、全国で3割が1番、全国で6割が2番、3番は全国で9割が作られている、この3択にいたしましょう、はい、1番が3割、2番が6割、3番が9割です。ちょっと数字ばかりでややこしいかもしれませんけど大丈夫でしょうか。ではまず1番だと思う人、はい、手を挙げてみてください。3割、いらっしゃいますね。では続きまして2番の6割ぐらいかなという方、あ、ちょっと多くなりました、ありがとうございます。さあ後ろの方もありがとうございます。では3番の、いやいや9割が奈良県で作られているという方、あ、もうそんなに、やはり皆さんよくご存知でいらっしゃいますね。そう、正解はなんと全国の炭奈良で9割が作られているそうなんですよね。多いですよね。ですね、まあ、本当に昔から優秀な職人が奈良にはいたため、そう炭の、ね、作る文化がずっとある、まあ、辞書を中心に作られて広がっていったというふうに、まあ、言われているということなんですけれども、ただ今その職人さんがじゃたくさんいらっしゃるかっていうとそうではないんですよね。そうですね、もうだんだんやっぱり減ってきてしまって、ええ、まあ、奈良で唯一こう、ね、作り続けてくださる方がいることによって、やっとこう奈良で9割もね、はい、生産されているってすごい数字ですよね。やはり大川さん、またその他の職人の方もやっぱり奈良の炭をお使いの方が多いんですか？まあ、多いと思います。なんですけど、まあ、最近メディアに出てくる、まあ、私もね今から書くんですけれども、はい、やっぱり炭を見る機会ってなると結構パフォーマンスとかそういう書道のやり方というか、はい、まあ、取り上げられ方っていうのがすごく多くてですね、ええ、あんまり固形炭というイメージよりかは、うん、何かこう書くにあたってもペン字で練習しましょうとか、はいはい、筆ペンを使ったりとか、うん、あんまりこう固形炭っていうのが、まあ、見られないような気が私はしてるんですけれども。なるほど、でもやっぱりこう